今回はシールドを貼る位置とその効果についてお伝えしたいと思います。シールドを前方に貼る場合は敵と距離が近くなるので攻撃がしやすくなります。しかし前方にシールドを貼りに行く際に失点をするリスクが高くなります。反対にシールドを後方に貼る場合は失点のリスクは低くなり、同じチームのアタッカーがそのシールドに入る際も失点しにくいというメリットがあります。その反面、敵との距離は遠いので攻撃はしにくくなります。試合の状況から総合的に判断してシールドを貼る位置を考えるのがタンクプレイヤーの役目とも言えるでしょう。